マイナス2度。寒い。普通ですよ。ああ楽しみだな。鍵持ってきた？持ってきた。本当に？あ、下僕じゃん。今日忘れたらもうバカだろ。あれここでよ。毎回バック。鍵持ってきたって急に聞かれたからさ、動揺しちゃって。もう埋まってた。また埋まってんかい。そう、嫌な音がしたんだよね。雲一つない。テーブル。なんか昨日、あ、デジャビュデジャビュなんか、これ前やったか、ここに来たことがあるような気がするんだけど。昨日。もしかしたら。UFO にアブダクションされて来たことがあるのかもしれない。何言ってんのおめえ。スコップ。あ、鍵持ってきた。持ってきた。昨日キャブ直したからね、調子いいです。ノーモード。あ、乗れる。全然ダメじゃん。危ない。転んでウインカーが割れました。ウインカー粉々です。でも大丈夫、レンズはもう一セットあるから。ちょっと悲しいけど。バイクは滑らないんだけど、人間の足が滑る。あ、じゃあ持ってくればよかった。持ってこうかって言ってたんだよね。俺がいいって言ったんだよね。ごめんね、ごめんね。
鼻水がしてどうですか。やっぱローモードだと駆動力が強すぎるね。うん、鼻水楽しいよ。オッケー牧場向こうまでスノーボービルの跡があって、そのスノーボービルの跡を乗っていけば上まで行けそう。だからとりあえず車出して。そうだね、埋まってるからね、もう、うん、おお帰ってこれたじゃん。何ケトラなんかすぐだよ。出たエイドリアンなしよ。なんなんもう。何回ハマれば気が済む。でも表面硬いんだけど、ちょっとサラサラだから表面割っちゃうともう出られないんだよ。ちょっと場所変えよう。うん。ダメだ。何飲んでるの？リポで。もう。もう飲むの？いいじゃん。大丈夫、カロリー気にしなくてもいい。ライトだから。ライト。ああ。雲一つない。ああ。リポデーが染み渡る。もうやだ、もう。もうやだ、もう掘るの。てかバイクうまく走れねえしさ、ウインカーも引っ掛けちゃうしさ。ああもういいよもう。ご飯にする、うん、まだ早い。まだ早いよね。歩くの？歩くの？戻ってくれた。どう？OK。
まった。それ繰り返してればもう通れるようになるかも。そうだよね。あっもう一回行ってみます。はい。ああもうダメだ。息切れだ。暑い。よし。行け。埋まっちゃった。掘る？掘るの？掘るの？はい、じゃあアクセルを持ち上げるからね。せーの。はい。はい、トイレ。よし、行け。腰を浮かして。じゃあ持ち上げるよ。せーの。よいしょ。
はい、せーの、よいしょ、頑張れ。せーの、よいしょ。おお。はい。私壊した？いや別になの。バラしてみて直しゃいいんだよ。こんなとこ走らせればバイクだって機嫌悪くなったんだよ。ごめんね。いいよ。よし。お昼お昼。はあ。今日カレー、うん、やったー、カレー。落っこちて、バイク、なんでエンジン引っかかんないんだろう。バイク壊れちゃったんかな。壊れちゃいねえ、壊れちゃ、壊れちゃいねえよ。もうそろそろやめとけってことなんじゃねえの。いいんだよ、バイクなんか後で直しちゃいいんだから。大した問題じゃねえよ。バラしてな、バラしても直るんだから。もう古いからね。20年ぐらい？ 20 年、うん。1980年代だから。20年じゃん。30年。ああ、30年か。うん。古いんだよ。しょうがない。別にいいんだよ、毎日使うわけじゃねえんだから、うん、夏までほっといといて暖かくなったら直しちゃいいんだよ。腰痛い、腰腰だ。天気がいいよね、うん、楽しかった、楽しかった。なかなか走らないもんだなと思って。走んねえよね。走んない。いや、スパイクタイヤ前へ走った時はさ、アスファルトの上だったじゃん、凍ってて。それで雪も10センチぐらいだったから、もうちょっと言えるかなと思ったけど、ダメ、やっぱ細くてね、タイヤがね。太いの履く？太いのはダメなの？ないの？太いのはなし？だって雪専用になっちゃうの。でもほとんど乗らないじゃん。いやいや、いいの。もったいない、こんなの改造する。これ改造するぐらいだったら違うのバイク買って改造するわ。まあ、うん、いいんだよ俺は。もう死ぬんかなって年取って、まあ、どういう状況になるか分かんないけど、その時に、あの時食べたんで雪楽しかったなとか、カップヌードル美味しかったなとか、ワンタン美味しかったなとかって思って死ねればそれでいい。あれやっとかよかった、これやっとかよかったなんて後悔しながら死にたくね。いただきまーす。カレー。ちょっと早い。よし、どうだ。チーズカレーって俺初めて食べるかな。え、そう？ちょっと違うっけ、うん、去年美味しいって言ってたよ。あ、そうだっけ、全然覚えてない。なんかこういうとこでカレーっていいよね、うん、あんたもいいけどね。今日はね、体力使うの分かってたからね、カップ麺にしました。
美味しい。外のご飯ってなんでこんな美味しいんだろう。握っちゃう。おお。この白いご飯はここに入れろってことかい？そう。ですよね。おにぎりが美味しい。謎肉ってさ、ちょっと中カリッとしてる上が美味しいよね。うん、そう。じゃーん。うわ、もうカップ麺のスープにご飯入れない人、男って考えられない、俺は。うん、うん、おいしいですよ。今日いっぱい働いたからね、うん、体力使ってるね。なんて盛りだくさん。あー、梅こぼちゃ美味しい。美味しいよね。俺最高だよね。ね。てかカレーヌードル美味しいよね。美味しい。カレーやっぱいいよね。温まるし。ワンタンスープカレー、ワンタンカレースープとかないんかね。ないよね。出せばいいのに。でもうちしか買わなくない？あればでもいいよね。え、そんなに笑う？いや、うちしか買わねえと思うよ。あれでもあるかも。ねえよ。なんかちっちゃいマルちゃんじゃないやつで。ああ、なんかいろんな味のが、卵が入ったりとか、5食入りぐらいのでな、なんかあった。でもどうなんだろうね。でもダメだよ、ちっちゃい、ちっちゃい、うん、そう、やっぱこのデカさじゃないとダメだね。あ、クメコブチ美味しい、うん、ああ、このために生きてるっていう感じ。眩しい。サングラス嫌いだからさ。なんかダメなんだよね。だから日に焼けるんだよ。夏でも真っ黒なんだ。冬も真っ黒。あ、夏じゃねえ。冬でも真っ黒なんだ。うわ、こぼちゃ美味しい。はい、はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、今日も美味しいご飯で、うん、まあ、まだ帰ってないけど無事に終わって嬉しいですよ。お湯のも、うん、すげえ雪なんだけど。ああ。
どう、楽しかった？楽しい自転車寝てるんかね。うん。うさぎもバイバーイ。バイバーイ。